強烈寒波、具体的な対策を見ていきたいと思います。まずは水道管の凍結、これ今よく言われてますけれども、日本地図です。こちらは水道凍結指数、日本気象協会が出しているものです。最も凍結の可能性が高いところを100としまして、今出ている一番高いのは札幌で90、北から南に下がっていきますと仙台が34度で、首都圏ですね、東京10というような感じになってますけども、ちょっと東京だけ抽出してみました。この地域のやつでちょっと参考にしていただきたいと思うんですが、東京だけちょっと見てみました。午後2時発表です。新宿区と八王子市、最も寒さ厳しくなります。あさってが100のうち新宿で40、凍結の可能性があるというのが今でも出ています。より内陸といいますか、まあ、山の方に近い八王子は凍結に注意という60という指数になっています。対策はこのようなものです。もう水を出しっぱなしにしておくことなんだそうです。凍らないためにはちょっと水、水道代気になるなと思ったと思うんですが、鉛筆の芯ぐらいを目安に細かく出しっぱなしにしておくということがそうです。まあ、一晩のことでもあります。まあ、もし溜めることができれば水を無駄にせずに済むという点もあります。それから水道メーターがあるトップス、その中にクロン剤、これは気づく温剤がなくてもですね、袋に入れたタオルなどを詰め込むなどの対策をすればいいです。あの、このタオルが乾かないということになります。そして交通の流れについてもお伝えしていきましょう。まずは高速道路ですね。高速道路各社、大雪適応期間について通行止めを発表しまして、10分後に、昨日から
込んだよ。